皆さんこんにちは。2023年10月27日、芸能界にまたもや訃報が飛んできました。クレイジーキャッツの一員として渋い存在感を見せていた犬塚弘さんが死去していたことが報じられたのです。享年94歳でした。そんな犬塚弘さんですが、タモリさんやいかりや長介さんなど様々な芸能界の大御所と深い関わりを持っています。今回は犬塚弘さんの生涯を振り返りつつ、様々な著名人との秘話について紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。犬塚弘さんは1929年3月23日、東京都大田区大森で生まれました。本名はヒロムと読むそうで、愛称はワンちゃんでした。父が貿易商で外国での仕事が多かったことから、ジャズをはじめとする海外の音楽に慣れ親しんで育ったといいます。自然に音楽への興味が高まり、いくつかのバンドを経て、後にクレイジーキャッツと改名する9番キャッツに参加しました。クレイジーキャッツは音楽にコントをミックスさせたスタイルで、昭和の日本に笑いを振りまき元気づけたコミックバンド。バラエティの歴史を語る際、このグループを外すことはできないとまで言われています。メンバーは実力派のミュージシャンたちばかりでした。そんな彼らがおふざけ音楽を披露していたわけですね。シャボン玉ホリデーなどのバラエティ番組で人気が爆発し、出演映画も大ヒット。スーダラ説、はいそれまでよといったシングルも大当たりして一時代を築きました。バンドの人気が上昇すると仕事も増えていき、仲間たちと忙しい日々を過ごしていたという犬塚さん。人気があって仕事もたくさん舞い込むなら相当な金額を稼いでいそうですよね。ところが実際はそんなにお金持ちではありませんでした。次から次へと仕事が来るものの、犬塚さんたちはなぜかいつも発給。電車で移動した時に帰りの分がなくなり、花はじめさんと相談して知り合いの店からお金を借りたこともあったそうです。それほどまで安かった理由について、犬塚さんは事務所の後輩たちの存在を想像しています。当時所属していた渡辺プロダクションは歌手やタレントなどの新しい人材がどんどん入ってくる状態でした。バンドの人気が事務所の人気にも影響したのかもしれません。しかしそんな状態だったからこそ、クレイジーキャッツが稼ぐお金を新人たちに回していた可能性があるのだとか。その結果、電車賃にも困るほどの金額しかもらえなかったのでしょうか。真相は不明ですが、事務所を大きくするために意外な方法で新人を育てていたのかもしれませんね。メンバーは全員が犬塚さんを残して先立たれてしまっています。90歳を過ぎていた2020年、週刊誌のインタビューに犬塚さんは、クレイジーにいたことは私の誇りです。学があるやつが多かったし、みんないいやつでしたと仲間に関して言葉を残していました。メンバーをとても大切に思っていたことがわかりますね。特に植木仁さんと谷圭さん、桜井千里さんの3人は思い入れが強いのだとか。あまりお酒が飲めない3人だったので、犬塚さんといろいろな意見を言い合うことができたそうです。確かにひどく酔っ払った状態だとうまく話せないことがありますよね。頭が回らないまま話しているうちに些細なことで喧嘩になるなど、様々な失敗をした人も多いのではないでしょうか。その点、お酒が苦手なら度を超えて酔っ払う心配はありません。いつ集まってもまともな会話ができるというわけです。犬塚さんはそんな仲間たちが大好きだったのでしょう。一人だけ残ったことには寂しさを感じていたそうですが、クレイジーキャッツのメンバーは犬塚さんの最後のその日まで、最後を迎えたその瞬間も見守っていてくれたのではないでしょうか。60年代の半ば以降はメンバーの単独活動が多くなったクレイジーキャッツ。犬塚弘さんはコントから遠ざかり、俳優としてテレビドラマや映画に活動の場を移します。必殺シリーズや連続テレビ小説などで名脇役ぶりを発揮していましたが、2019年秋、90歳の卒業を機に俳優業引退を宣言。少し前には
脊柱管狭窄症のため入院もしていました。思考や話し方に衰えはないものの、下半身が少し不自由になっていました。犬塚博さんは晩年は熱海市のシニア向けマンションで一人暮らしをしていたそうです。愛妻はすでに他界していますが、食事とケア付きのマンションで悠々自適な生活とのこと。地元に親友もでき、芸能界の後輩も時折遊びに来てくれるので毎日が楽しいと話していました。最後の出演作となったのは大林信彦監督の海辺の映画館キネマの玉手箱でした。ここでもう少し詳しく家族について見ていきたいと思います。犬塚博さんが愛妻幸子さんと熱海市に移り住んだのは2011年。その後あまり体が丈夫ではなかった幸子さんはこの世を去ってしまいました。幸子さんや息子については情報がなく、息子がいるという確かな証拠さえ得られませんでした。妻は一般人だったため訃報も大きく報じられることはなかったようです。犬塚博さんは芸能人である自分と家族との間に一線を引き、家族を守っていたように思えます。ここからは著名人との関係やエピソードに関して紹介します。まずは美空ひばりさんについて。美空ひばりさんとは何でも確執があったそうなのです。犬塚さんが司会を務めていた歌謡番組7時だ飛び出せに美空ひばりさんがゲスト出演した時のことです。今日は特別だから他の出演者も変えてくれという伝達が急に来たんです。さすがに怒りました。俺は太鼓持ちじゃねえぞと反発して、その時もいつも通り淡々とやりました。番組の放送が終わるとひばりさんの事務所の人がやってきて、犬塚さんにこの後お暇でしょうかと尋ねられ、呼ばれたまま六本木の店へ行くとひばりさんと彼女の母親が待っていたそうです。あなた、うちのお嬢は普通の歌手とは違うのよ、そう母親に言われた犬塚さんは、俺はゲストが偉い人でも新人でも番組はちゃんとやる、そこに差はないと言い切ったそうです。するとひばりさん母子は気に入ったと言って、それから誕生日会やお祝い事には必ず呼ばれるようになったのでした。行くと映画スターや巨人軍の監督とかすごい人がたくさんいる。でも私はお酒が飲めないし、ああいった大スターとは付き合ったことないから困りました。ただ私はお世辞が言えないから気に入られたのかもしれませんと当時の心境を生前語っていました。最初の方は確執があったものの、その後は深い絆で結ばれていたのですね。次に碇谷長介さんとのエピソードを紹介します。碇谷長介さんが率いたザ・ドリフターズは渡辺プロダクションの後輩でした。当時をリアルタイムで知る人には弟分という印象が強いでしょう。ですが碇谷長介さんはクレイジーキャッツのメンバーと同世代にあたります。そしてやはり進駐軍キャンプで鍛えられたバンドマンでもありました。クレイジーキャッツがバトンを渡したのが同じミュージシャンのザ・ドリフターズだったというのが面白いですね。先輩風を吹かせたり人に偉そうに教えたりすることが嫌いだった犬塚さん、長介さんからベースを教えてほしいと懇願された際に、気分でプレーすればいいんだよと濁してうまくかわしたのもそれを物語るエピソードです。次にタモリさんとのエピソードについて紹介します。1986年に放送されたフジテレビのクレイジーキャッツ30周年特番のことです。クレイジーキャッツの演奏に12番街のラグにタモリさんがトランペットとして入りますが、類稀な演奏力を規定にしたクレイジーキャッツのネタにタモリさんは圧倒されたといいます。しかしタモリさんは昼まず6人に囲まれて真ん中に立ち、一緒に演奏させてくれませんかと頼んだものの、クレイジーキャッツは我々とやるにはそれなりの実力がないと、一回見せてもらおうかと大きく出たそうです。タモリさんは意外と年寄りって意地悪なんだなとぼやいたそうです。しかし18歳年上の人になかなか言えるものではありませんよね。笑っていいともで幾多の著名人を相手にできたのは
誰が来ようと決して尻込みすることがないというタモリさんの真骨頂をクレイジーキャッツのこの一件で培ったからなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は犬塚さんについて見てきました。実は菅原文太さんとまたいとこだった犬塚さん、特に植木と谷圭と桜井千里さんが亡くなったことが辛い。気づけば一人だけ残っちゃいました。なんで私だけ残っているのでしょうか。でもね、全然90歳だなんて感じがしないんです。と言って最後の1秒まで日課の1時間の発声練習と演劇で習ったベッドに腰掛けての足踏み300回を続けていました。当時鍋プロ出身ということで沢田研二さんとも在籍時間がかぶっています。たったの2年ですが、先輩としていろいろと教えてくれたことがあったのかもしれません。退社する時には10回も交渉し、当時の社長からようやく許可が下りたといいます。もしかすると沢田研二さんも行ってほしくないという同じ胸中だったのかもしれませんね。辛かったら戻ってきてくださいという気持ちもあったかもしれません。ご冥福をお祈り申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。